ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うん、おいしい。白魚は踊り食いが一番ねえ。おい霊夢、一体何を食べてるんだ。あら魔理沙、白魚を踊り食いしてるんだけど、あんたの分はないわよ。いや、それは別に構わないんだが、踊り食いには様々なリスクがあるから、気をつけろよ。様々なリスク？例えば、タコを生きたまま踊り食いしようとすると、とんでもない目に遭うんだからな。あはは、魔理沙ったら大げさねえ。タコの踊り食いでそんなこと起きるはずないわ。そうやって油断してるとやばいぜ霊夢。それじゃあ、今回はタコを踊り食いした結果について解説していくぜ。魔理沙さん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。世の中、踊り食いというのは何にしてもうまいうまいと言われるものだが、そんな中、中国に住んでいるとある女性が、タコの踊り食いに挑戦してみたみたいだ。ほう、中国に住む女性が、中国でショート動画の投稿をしている女性のようだが、今回の企画はタコの踊り食いだったようだな。踊り食いというだけあり、タコはやっぱり生きた個体を使わなきゃいけない。そうして、女性は生きたままのタコを口のそばまで近づけたわけだが、そこで、タコは女性の上唇に吸い付いて、食われまいと抵抗したみたいなんだ。うわ、結構やばいことになってない。顔がビヨーンって伸びてるわよ。タコに吸い付かれた女性は、最初こそ余裕そうな表情を見せていたんだが、だんだんとそれは叫びのような声に変わっていき、事態の深刻さを物語っていくようになるぜ。女性が全力で引き剥がそうとしてもタコは離れず、だんだん女性は泣くような声を発し出す。そしてようやく剥がれたかと思うと、顔に傷がついてしまい、怪我をしてしまったようだぜ。ひえー、タコってそんなにも強いの？顔が傷つくほど吸い付くなんて。ちなみにここに、実際にタコに吸い付かれた際の動画が残されているが、なかなか痛そうだぜ。タコは踊り食いしちゃダメなのね。でも、タコって食べられるってわかるものなのかしら？タコの腕には人間よりもはるかに分散された神経系が備わっているからな。特に腕には多くの神経が通っているから、もしも腕に噛みついてしまったら、その時点で、腕が攻撃されている、守らなければ、という意識が働いて抵抗し出すみたいだ。そもそもタコ自体、体は筋肉の塊だからすごいパワーで抵抗することができる。自分が今食べられそうだと感じた時、普段習い物を、殺すのに使う触手を人間に使うわけだ。命は取られないまでも、かなり大怪我するのは目に見えていることだぜ。でもこの女性は踊り食いをしてしまったと、なんてバカなことをしてしまったのかしら。まあでも、霊夢も言っていたじゃないか。踊り食いはうまいって。この女性はどうやら、海鮮系の食事を食べるのを SNS に投稿している人だったようで、今回はちょっとインパクトのある動画を撮ってみようとタコの踊り食いを始めたみたいだぜ。自業自得としか言いようがないんだけど、私は踊り食いするときは動画は回さないようにするわ。いや、タコの踊り食いするつもりなのかよ。まあ、だってなんだかんだ美味しいかもしれないし。タコの踊り食いをするときは、動画の女性みたいに丸々一匹を食べるんじゃなくて、切り刻んだやつを食べるのが、一番安全だとは思うぜ。でもそれじゃあインパクトに欠けるというか、なんか面白くないというか。そんなに言うなら、怪我をしてでもその危険なタコを食べてみればいいと思うぜ。その代わり、どんなに怪我しても私は知ったこっちゃないからな。魔理沙にそう言われてしまうと、だんだん怖くなってきてしまうわね。わかったわよ、タコの踊り食いはやめるわ。やめればいいんでしょ。それでいいんだぜ。ただでさえ、世の中他にもタコの踊り食いをしてる人がいるんだから。あんなに危険なのに、まだタコの踊り食いをしてる人がいるの。続いて紹介するのは、韓国でも同じようにタコの踊り食いをした少女の話だぜ。うわぁ、なんでそんなことやっちゃうのかしら。絶対後悔するからやめた方がいいのに。韓国に関しては、一概に絶対やめろとは言いづらい雰囲気もあったみたいなんだよな。どういうことよ？なぜなら、韓国には三ナ口と呼ばれる、手長ダコを生きたまま食べる料理があるからなんだ。これはかなりインパクトの強い料理ね。でも美味しいのかしら？見た目は確かにあれだが、かなり美味しいらしいぜ。そして、そんな料理があることを知った。韓国に来ていた旅行者は、あることを考え始める。それが、ぶつ切りにしたものじゃなくて、そのまま食べることだっていうの。その通りだ。韓国に旅行に来ていた少女が、実際にタコを丸々一匹、食べてみようとしたんだ。なんて危険なことをするのよ。でもさっきのタコと違って小さそうね。これならなんとか全力で噛んでやれば、タコも痛すぎて抵抗なんかできなくなるんじゃない？果たして本当にそうかな？実際にどうなったか見てみようぜ。タコは確かに小さいから、少女の口の中に胴体がすっぽりと入り、足が飛び出ている状態だな。綺麗な女の子だから、口
口から触手が飛び出しているのはなかなかに衝撃的だわ。そして次に、タコを食べ始めたらそのタコは抵抗を始めた。少女の顔面に触手を広げて、食べられてなるものかとしだしたぜ。うわぁ、すっごく痛そうな顔してるじゃない。すぐに吐き出した方がいいわよ。確かに普通だったら、痛みのあまりタコを口から出し、引き離すと思うんだが、この少女はなんと、タコにどんなに抵抗されようとも食べることをやめなかったんだ。少女は苦々しい顔をしながらも、タコを加えたままへばりついてくる触手を引き剥がして、食事を続けたみたいなんだぜ。なんてタフな女の子かしら。こんなにも力強い子、なかなかいないんじゃない。美味しかったかどうかは全く語られていないが、女の子はその後無事に食べ終えたみたいだぜ。なんとか無事に食べきれてよかったわ。でも、怪我はしなかったのかしら？残念ながら、あんな食べ方をしておいて無傷で済まそうなんてのは虫が良すぎる話だぜ。きゃあ、唇がかなり傷だらけになってるじゃない。かわいそうに。いやでも、そんな風にタコを食べたからか。そうだな。こうなることはおそらく女性自身だってわかりきってたはずだろうから、これは名誉の傷と言っていいかもしれないぜ。まあ、女性自身がいいなら別にいいんだけどさ。しかし、タコを踊り食いするのは怪我を覚悟するだけでは足りないと思うぜ。どういうことよ？さっき紹介した三な口も、ぶつ切りとはいえタコを生きたまま食べる料理なわけだが、この三な口はまだタコが生きているから、口の中に入れると強力なタコの吸盤が、口の内外に吸い付いてくるという、ちょっと厄介な料理らしいんだ。だから食べた側は何度も何度も咀嚼をして、他の吸盤を潰しておく必要がある。もちろん、そうやって何度も噛むことによって新鮮なタコの歯ごたえも味わうことができるわけだが、もしも咀嚼が足りず、まだ吸盤が元気だった場合、その吸盤が喉に吸い付き、胃まで到着しなくなるんだ。喉を通らないって、それもしかして窒息しちゃうんじゃないの？最悪の場合、命を落とすことも考えられる状況になるぜ。へえ、それじゃあ今回の女の子は、かなり運が良かった方なんじゃないかしら。生きたままのタコをぶつ切りにもせずに丸々食べちゃったんでしょう。ああ、だからもしかしたら今回の少女はものすごく何度も咀嚼をしたのかもしれないな。というか、何度も咀嚼して完全に機能を停止させないととても飲み込める状況じゃなかったのかもしれないぜ。まあそれは確かにそうかもね。抵抗されていたわけだし、普通に噛むだけじゃ、きっと抵抗されてきっとも飲み込めなかったと思うわ。まあ、なんとか無事に食べられてよかったってところだ。タコの吸盤はものによっては、20キロほどの物体を持ち上げられるほどの吸着力を備えることがあるくらいだからな。20キロも、さっきまでの人たちは、そんな凄まじいパワーを持つ吸盤に、顔を掴まれていたっていうの、それでよく怪我くらいで済んだわね。最悪の場合、顔面の皮が剥がされるくらいの大惨事になっていたところじゃないの。最悪の場合はそうなっていたかもしれないな。みんな運がいいというかなんというか、もしタコを踊り食いしたいんだったら、顔の皮を失う覚悟がないとダメだぜ。食べ物ってそんなに命がけで食べるものだったっけ？さて、そんな危険な食べ物でもあるタコの踊り食いだが、実はタコの踊り食いをしなくても、タコで命を落としてしまったという、悲しい事故が過去に起きていたみたいなんだよ。タコを食べて命を落としたっていうの、どうしてそんなことに？きっかけは、さっきも紹介した韓国料理、三な口だ。2010年4月、インチョンにある店で23歳の女性がこの三な口を食べた際、喉に詰まらせたらしい。ついに起きてしまったのね、窒息事故が。実は三な口は日本でいうところの正月の餅レベルで警戒されている料理のようで、高齢者の間では、ちょくちょく喉に詰まらせる事故が発生していたみたいなんだ。日本最強の殺人兵器として名高い餅と同等。そんなもん規制しちゃいなさいよ。韓国の定番料理でもあるからな。簡単に規制なんかできないし、喉に詰まらせる不安のある人は食べなければいい、という話で終わってしまうんだよ。しかし、まさか23歳という若さで三な口を詰まらせてしまうとは意外だったんだ。その時一緒にいた男性が、すぐに女性を病院に運んだらしいんだが、脳死状態になってしまったらしい。ひぃ、美味しいものを食べに来ただけのはずなのに、どうしてそんな悲しいことが起きてしまうのよ。脳死状態になってからは、さらに16日が経過してから女性は死亡したらしい。ご冥福をお祈りするわ。まさかタコを食べて死ぬとは思わなかったでしょう。しかしまあ、この事故はもしかしたら事件性があるかもしれないという話になったそうなんだ。どうして、喉に詰まらせるのに事件なんか起きないでしょ。どうやら警察が捜査したところによると、この女性は亡くなる1ヶ月前に生命保険に入っていて、受取人はその時一緒にいた男性だったそうだ。あれ？ちょっと流れが変わってきたような気がするわよ。そして女性が亡くなった後、男性は保険会社から日本円にして約1500万円を受け取り、その後身を隠したということらしい。
身を隠したって、それじゃあまるで、保険金が目当てだったみたいな。さらに男性は、三ナクチを4つ注文した際、2つはぶつ切りにせず、そのまま食べようとしたらしい。ぶつ切りにしなかった場合のタコの踊り食いの恐ろしさは、十分にわかってるよな。とっても危険な食べ方だっていうのは重々承知しているわよ。で、ぶつ切りにしてない三ナクチを女性に食べさせたってことなのね。なんてひどいことをするのかしら。それは確かに保険金目当てで殺したって言われても、何もおかしくないとは思うわ。とは言っても、男性は真っ向からこれを否定したぜ。女性は三ナクチを喉に詰まらせて窒息していたから自分は助けようとして、手で女性の口から三ナクチの一部を取り出したりもしたと言っていたんだ。助けようとしていたなら、保険金をもらおうって考えはなかったのかもしれないわね。これに関しては、捜査もかなり難航したようだが、不可解な点は他にもあるんだ。三ナクチを食べたのは早朝、午前3時の出来事。そんな時間にわざわざ三ナクチを？という疑問がまず浮かんでくるし、さらに女性はその時かなり酔っていたこともわかっている。まるで全て計画されていたかのようらしいんだ。まあ確かに、酔っている状態で喉に詰まらせやすいものを頼むのはどうかしらね。警察としては、助けようとしたふりをしながら手で女性の口から溢れている三ナクチの足を、無理やり喉の奥に押し込んだのではないか？とも考えたらしいぜ。嘘でしょ。いくら保険金目当てだからって、そんな邪悪なことするかしら。事実は小説よりきなりというし、何が起きてもおかしくはない。結局事件は迷宮入りしてしまったようだが、三ナクチの危険性を知っている人間は、こうして凶器として使うこともある、といういい教訓になるわけだな。まだ本当に保険金目当てで殺したかどうかが決まったわけではないけど、確かに話だけ聞いてると、ちょっと怪しい雰囲気は漂っているわよね。このまま迷宮入りになってしまうのかしら。おそらくそうだろうな。女性の父親は今回の事件をきっかけに、夢の中によく娘が出てくるようになったとコメントしているそうだぜ。かわいそうにお父さん、娘さんを亡くして、まさかそんなことにまでなっているなんて。しかし、三ナクチは本当に恐ろしい凶器だぜ。証拠として残りにくい上に、もし証拠として見つかっても、ただの食べ物だからな。これで殺そうとしたわけじゃない、といくらでも容疑を否認できてしまうぜ。まあ確かにね、証拠が残るって言っても、ただの食べ物なわけだし。事故に見せかけるのは結構簡単なイメージがあるわ。なんて恐ろしい食べ物なのかしら。今後、同じように保険金目当てで三ナクチを食べさせる事件が多発するかもしれないな。日本でも餅が猛威を振るっているから、気をつけなきゃいけないぜ。私餅大好きだから、注意しながら食べることにするわね。また、食文化が違う国によっては、タコの踊り食いは動物虐待に当たるのではないか？という指摘が入ることもあるみたいなんだ。確かにあんまりタコを食べない国や地域があるとは聞いたことあるけど、踊り食いのことを、虐待だなんて表現されるのは、ちょっと心外な気もするわね。実際に、刺身や池作りなどを食べる習慣がない人は、SNS 上に転がっている踊り食いなどの動画を見て、かなりグロテスクでショッキングな印象を受けるらしいんだよ。さらには行き過ぎた行動であり、即刻動画を削除すべきだ、という抗議の声が上がったらしい。でもそれで喜んで見ている人も多いんだし、別にいいんじゃないかしら。しかしまあ、一度目をつけられてしまうと、なかなか消化活動には時間がかかるものだ。動物愛護を目的とする団体がメディアと手を組み、カメラの前で生きた動物を殺して楽しんでいる。生きた動物の足をもぎって食べるシーンを世界に対して流している。非常に猟奇的だ、なんて、いろんな言葉を踊り食いを中心に投稿している YouTuber さんに対してぶつけているようだぜ。文化の違いとはいえ、そんなに目くじら立てて攻撃するほどのことなのかしら。猫や犬が同じ目にあったわけじゃないのに。その攻撃をしている人たちからすると、タコたちも猫や犬と同じ生きている動物だからな。彼らからしたら、猫や犬がカメラの前でひどいことをされているのと同義なんだよ。ちょっと私には理解ができないけど、世の中にはいろんな人がいるのね。でも、そんな抗議がされたところで、別に気にせず食事を続ければいいじゃない。それはそうなんだが、抗議団体は一向に動画が削除されないことに腹を立てて、YouTube 側に対して、異議申し立てをしたようなんだ。これは虐待のコンテンツだ、って感じでな。そこまでするなんて、嫌なら見なきゃいいのに、っていう考えにはならないのかしら。かわいそうで大切な生き物たちがひどい目に遭っているんだから、見なきゃいい、なんていう発想は目を背けているだけになってしまう。動物が大切な人たちからしたら、見て見ぬふりなんかできるはずがないんだぜ。まあ、理屈はわかるけどさ。一応、YouTube 側としては、海鮮を食べるのは虐待には値しないということになったようで、動画が削除されることはなかったみたいだぜ。よかったわ。っていうかそりゃそうに決まってるのよ。
タコを食べたからって、虐待になるはずがないんだもの。しかしな、一応愛護団体側の理屈もわからないではないんだよな。守るべき動物と食べる動物で分けたとき、タコは確かに、食べる動物の中では、ずば抜けて高い知能を持っているからな。タコは一説によると犬よりも高い知能を持っていて、人間に例えると3歳児くらいの知能はあるというし。3歳児並みの知能があるの、結構賢いじゃないの。タコが海外であまり食べられないのは、その見た目の恐ろしさも理由にはあるんだが、愛護すべき知能の高さも少しは要因に入っている。犬も猫も知能が高いわけだし、その中でタコだけ愛護されないのはおかしいという。まあ理屈はわかったけど、日本人は犬猫は食べなくてもタコは食べるし、ここは少しビーガンの思想にも近くなるかもな。生きとし生けるもの、すべては平等なんだから、犬猫は当然食べないものとして、鳥や豚、牛だけでなくタコなどの魚介類も食べてはいけないという思想だ。でもそんなことしたら、地球上で食べられるものがどんどんなくなってしまうわ。あ、そうだ。踊り食いが残酷だって言うなら、踊り食いじゃなくて、ちゃんと茹でたタコを食べれば、全部解決するんじゃないかしら？いかにも霊夢らしい単純な意見だが、話はそんなに単純なものじゃないぜ。愛護団体としては、そもそも知能の高い生き物を食べること自体やめてほしい行為だろうからな。おそらく主義や思想が違う以上、この手の争いは永遠になくならないと思うぜ。でも、まさかタコにまでそんな話が出てくるとは思わなかったわ。タコに踊り食いの文化があること自体初めて知ったけど、さらに、虐待って言われてるなんて、世界は広いわねー。まだまだいろんな世界の奇妙なグルメがあるだろうが、ひとまず今回はタコに関しての話を続けていくぜ。さて、ここまでタコの踊り食いに関しての危険性について解説してきたわけだが、ただでさえ触手で抵抗してくるタコだ。かなり危険なんだが、生食といえば霊夢、他にどんな危険があると思う？生食の危険か。多分、食中毒のこととかあるんじゃないかしら？その通りだ。生食といえば食中毒がどうしてもついて回ってくるぜ。それじゃあもしかして、タコにも食中毒の危険があるの？あ、そういえば海の生き物なんだし、あれの危険があるじゃない、アニサキス。そうだな。海の生き物といったらアニサキスだ。しょっちゅうアニサキスによる食中毒が起きているしな。やっぱりタコの中にもアニサキスが、それじゃあ生食はやめた方が良さそうね。まだその判断をするのは早いんじゃないか？霊夢。私はタコにアニサキスがいるとは言ってないぜ。ってことは、タコの中にはアニサキスはいないの？結論から伝えると、いないぜ。アニサキスはそもそもイルカやクジラなど、巨大な生き物を最終宿主としているわけだが、そのクジラが餌にしているのは、マスやサバ、時々イカなど、そういった生き物ばかりだ。だからアニサキス自身もクジラやイルカの餌になるような生き物に寄生することが多いぜ。アニサキスはまず最初にオキアミなどに付着するが、タコは海底を住処にしているため、オキアミなどの生き物は餌にしていない。だからアニサキスは含んでいないんだ。なるほど、よかったー。アニサキスがいたら、今頃サンナクチもかなり危険な料理ってことになっちゃうもんねー。しかし、あくまでもアニサキスがいないだけで、他の寄生虫がいないとは言っていないぜ。ちょっと待って、そんなトラップあり？タコの中には、腎臓に寄生する二杯虫という寄生虫が生息している。まあ、この二杯虫で食中毒が起きたという事例は今のところないから、心配はいらないぜ。よかったー。でも、一応寄生虫自体はいるのね。生食には注意しよう。どちらかというと、タコの生食で注意しなければならないのは二杯虫よりも、毒のある部位の方だと思うけどな。タコって毒があるの？ああ、有名なのがヒョウモンダコだが、ヒョウモンダコでなくても、多くのタコには毒が含まれているぜ。タコは唾液に毒の成分を有していて、通常は餌を捕獲する際に、獲物を麻痺させるのに使っているんだぜ。タンパク質毒素であるため、加熱することによってこの毒素はなくなるんだが、問題は生食の方なんだよな。そうよねー。生食だったら加熱なんかしないだろうし、もしも毒のある口のあたりを食べちゃったら、もしかしたら危険かもしれないな。とは言っても、サンナクチでそれが起きたという話もない。どちらかというと、やっぱり吸盤によって窒息する危険の方が大きいようだぜ。毒もあって吸盤もあって、やっぱりタコって危険生物なのねー。さて、それだけタコの危険性を伝えたところで、まだタコの危険なところがあるから紹介するぜ。まだあるの？生食をする上で最も注意しなければならないのは、雑菌による食中毒だぜ。雑菌による？タコってそんなにも雑菌を持ってるの？ああ、かなりあるぜ。特に吸盤の部分は、汚れが溜まりやすい形状になっているから、雑菌が繁殖しやすくなっている。足先の吸盤なんか小さいものが多いから、雑菌が抜けないまま繁殖しまくっていると言われているほどだぜ。
知らなかった。でも、雑菌なんて洗っちゃえば簡単に取れるものなんじゃないかしら？残念ながらそんなに単純なものではないぜ。特に水でちょっとすすいだくらいじゃ雑菌は取れない。一般的には、よく塩揉みをすることでタコのぬめりを取りつつ雑菌も取れるとされてるぜ。それじゃあ、サンナクチもちゃんと雑菌は取ってもらってるかもしれないわね。まあ、そうだといいけどな。それでも 100% 雑菌が取れているかはわからないから。風邪の時などで免疫力が低下している時にサンナクチを食べたりすると、ちょっとひどい目に遭う可能性は高くなるかもしれないぜ。風邪の時には生食はやめておくことにするわね。また、内臓には腸炎ビブリオという細菌が付着していることがあるそうだから、それにも注意が必要だぜ。これをもしも体に入れてしまったら、食中毒のリスクが一気に高まってしまう。腸炎ビブリオ、名前からしてヤバそうだけど、もしも感染したらどうなってしまうの？下痢や腹痛、嘔吐などの症状が出てしまい、しばらくはおかゆ生活になるだろうな。ひぃ、そんなもの絶対体内に入れたくない。腸炎ビブリオは熱に弱く、70度以上で1分以上加熱すれば消えるが、まあ、そんなことをしてしまうと生食とは言えなくなるからな。それじゃあやっぱり、生食は命がけの行為ってことになってしまうじゃないの。タコを踊り食いするってのは、抵抗されるだけじゃなく食べた後にも要注意ってことだな。せっかくだから人生で一度だけタコの踊り食いに挑戦しようと思ったのに。それは別にいいんだが、顔が傷つけられたり、唇がボロボロになる覚悟はあるのか？私思ったんだけどさ、わざわざ手づかみで食べたり、胴体から行くからそういう目に遭うんじゃないの？胴体と足は全部フォークか何かで固定して、一本ずつ食べてしまえば、安全に食べることができるんじゃないかしら。私って天才。まあ、やってみればいいと思うが、怪我しても私は知らないからな。そんなわけで今回の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。